麻雀スタジオ。続けて上級卓を打っています。今1回トップ取れば6台に上がるという状況が続いていたんですが、前回ちょっと負けてまた遠ざかっている感じ。今回も当然段位目指すんですが、何かいい読みをできるように頑張りますというか、まあ続けていきます。これなんとなく全部自敗落としてメンタンピンとかに行きたい気がします。これも微妙ですね、難しい。ちょっと7、8、9とかもなんか見えないか。まあここ雀頭になるかここ雀頭になるかわかんないんですが、メンタンピン系を目指して両面を作って、まあここが数ワン引けば、ああじゃなくて数ワン6級ワンなんで単ヤオはわかんないんですが、まあ横にこう平べったく伸ばしていって、先輩、あ、これ使えそうですね。この3ピンは欲しいんで、ウーアンとパーピン2つジャントがあるのでどっちか崩しました。まあ、この3ピンは差し子とか2差しとかメンタンピンとか、ここは攻めたいですね。リャンワンが2枚切れ3枚見え、リャンワン3枚ちらちら見えてるんで E1 は出るかなと。見事高め積もってきましたね。 E 数1、6級1というターツがある以上、2つともタイヤの方を引いてくるとは思ってなかったんで、まあタイヤをつかないけどピン付けかなと思っていたんですが、まあ積もが良かった。まあ、今のも最初の通り自敗とか落として、もう最初の順目で自敗落としてメンタンピンだなとなんとなく想像ついてたんで、まあその通り形作れてよかったと思います。これはちょっと私あのチートであんまり好きじゃない都合上2差しをしたいですね。2差し押し Q1 落としてパワー1あたりジャントにして、ドラ引くとなチートイの方が切りたくないっていう意味でチートイズにならざるを得ないかもしれませんが、3ワンとか3ピン引いてきたら最終的にドラ切りもあるかなと。もう一個統一になったらチートイ固定ですね。で2差しが埋まるようであればドラ切ってリーチなんですが、先に攻められたので、まあ今のところ勝負する手でもないので、ちょっと吸盤外して様子を見ようかなと。何切ってきましたね、上手出しでドラを押してきた。上は攻めてるのかな。ちょっとベタ折りですねこの手。まあ難を抱えていた時点で裏筋のリャンウーアンか、まあ切ることはないですね。リャンウーワンとパーワンですか。まあパーワンはあの後で通ったんで落としましたけど、
E ピン、リャンピンがちょっと迷ってたんですよね。E ピン、リャンピン通りそうなんですが、どうしようかなと。でここ親で2茶まで先天差なので一上がりして突き放したい。向こうがオーラス親なので右の人がここで突き放さないとちょっと軽い上がりされそうですね。まあ、左はピンズの本一ドライ色ですね。ペー本一ドライ1とか。ただこういう泣きをしちゃうと、まあ、点数状況的にせざるを得ないので左はやってるんですが、こういう泣きをするとリーチが来るとだいたい振り込みマシンになりがちです。この3ピンも欲しいんですが、ちょっと親の都合上、あと点数が切羽詰まってる都合上、シャン点数落としたくないですね。まあ、やっぱり3ピンは持つべきだった。ドラが E ピンの都合上、右は左はピンズ、上はピン付けで、右は何だろう、なんか右もピン付けにも見えるんですが、どうだろうな。まあ、ここは勝負したいんで、ちょっとリーチしますこれ。3と9がマンズ切れてるんで中筋引っ掛けってやつですね。3と9が切れているローワン待ちで、まあ、降りてる人ほど出やすいので、ローワンチーワン待ち、ちょっと親の時のかぶりは痛いですね。でトップまで2000点、3茶まで5000点、ここは当然トップ狙います。2000点差なんでリーチツモでピックに入る。上が1巡目から泣いたチャンタではないですね。イーソー出てきたんで、っていうことは本一と、ピンズのドラ入ってる本一で、少なくとも私と5000点差なんでマンガンは見える本一なのかなと。スーピンが2枚入ってる、スーピンと赤ウーピン入ってる、なので上がった時点で上トップですね。あ、この E1 かぶりは痛いけど D のみじゃダメなんで、タンヤをピンフ2000点ぐらい玉でもいけますし、トンもこれちょっと押します。後になって切れなくなるのが嫌なんで、ちょっと親の人には申し訳ないんですが、私も勝負してる曲なのでここは攻めます。で一応タンヤオのジャントができて、ちょっとゴロチも見えるのかな。いやでもドラのスーピンはピンズの方位置に切りづらいので、どうしようかな。
三等になって、単品イーペーゴードラドライーシャンテン、これチーしても大丈夫ですね。チーですね、タンヤオドラドラでトップなんで、ここはまあピンズ押しますね。面前で張ったら闇で、サブローワンはチー、ヌッパーピンもチー、これで上がればトップ。ピンズは出ないと思いますね、上が。親もウッパーピンで、本戦のピンズがチーピン待ちか。親も絶対これあのピンズ警戒してたらピンズ待ちになったっていうパターンですね。偶然のウッパーピン待ちじゃなくてピンズを抑えて、特に親は神茶なんで、親がピンズ切るとチーされちゃうので、抑えて、ピンズを抑えて天敗に持ってったという意図が見える。天敗ですね。ちょっと悔しいですね。ロンクラって落ちたんじゃなくて、親かぶりで積もられてそのまま終わったという一局でした。また続けます。